読売2つのかますじ、読売2つのかますじ、始まったんだ。突然始まりました。あれいつもはなんかここのね、スタジオ内でも CM 映像流れるけど、突然始まりました今。今ね、突然の Q が突然の Q 始まってますよね、これね、もうね、始まってます。こんばんは、始まっててください。第6回ですね。もう第6回ですか。第6回目を迎えました。はい、本日も MC を務めます、こちら、はい、安倍二軍監督のモノマネをしてます、あれしんのすけでーす。そして、どうも肩幅です。こんぐらいです、お願いします。それは僕にもあります。ありがとうございます。今日もいただきました、ブーメーター。前回ね、あんまり伸びなかったということで。なるほど、今日はね、ガンガン出していこうと。そうですね、前回はね、なんか知らないけどね、うん、酔ってたのよ。あらしいですね、どうやらアルコールに酔ってたから。なんか聞いたところによると、はい、来る前に2時間半程度飲んできたと、いうのが、ラーメンハヤトっていうね、ラーメンハヤトで楽しく飲んで、そこで言った発言、どっちが言ったか分かんない発言がちょっと今あのクレーム来てるみたいで。あ、なんですか。ラーメンハヤトから、ラーメンハヤトの人から、人から、うん、あのレモンチューハイがあるのよ、美味しいね、美味しいレモンチューハイが、ジョッキに、そうそう、カットレモンがもう並々満タンに入ってて、2個ぐらいのレモン使ってんじゃないかぐらいのレモンがバーってあるんだけど、そうそうそう、氷を入れるスペースがないから、スペースないからぬるいっていう話をこの番組にしたのをラーメンハヤトさんが聞いててくれて、おいとブーしたらしいよ。いやブーじゃない、ブーじゃない、普通に営業妨害だって。いやなんかね、普段はその冷凍したレモンを入れてるからそれは氷代わりになるけど、あの日は冷凍レモンが切れてたから、頼みすぎてこっちが、そうそう、そのぐらい酔っ払ってきたという。そういうことです、そういうことです。でもとにかくね、ラーメンは美味しいから。ラーメンも他のおつまみとかもめちゃくちゃ美味しかったです。なんか11月23日にラーメン500円の日があるらしいよ。ああ、そうみたいですね。うん、西大の駅の方で、西大の駅のね、ぜひ行ってください。勤労感謝の日にぜひ、はい、これスポンサーじゃないけど、スポンサーじゃないけどダメですよ、 CM したらダメですか。スポンサーさんいるんだあ、そうか、他の人の CM、 そうかそうかそうか、じゃあスポンサーになってくれるように、ね、なってきて、じゃあもうなってくださいもうこれ聞いてなかったら終わりだけどね、うん、もしかしたら冒頭のぬるレモンサワーの時もう切っちゃったかもまた言ってる、またこいつら言ってるよとまあね、はい、前回の酔っ払い放送、はいはいはい、僕のね、毎週楽しみに見てる、うん、リスナーさん、リスナー筋っ子ね、筋っ子でもある僕の母親からですね、あ、母ね、あ、いいね、今までよりも一番長い分で、うん、真面目にやんなさいというお叱りを受けまして30歳ですよね、あなたも。私30です30でお叱り受けた、うん、お叱り受けて、こんだけ怒られたのはもう3年前27の冬ぐらい以来ですね。でも27の冬に怒られたんだ。27の冬に1回真面目に直接怒られた時があったんですけど。何で怒られる？まあ、実家で朝帰っておねしょした時あの時以来ですね。27で？27ですね。27でおねしょ、うん、27の年は結構頻繁におねしょ。もうそれからやってないの？最近のおねしょが27なの？これちょっと自慢じゃないですけど、今年まだゼロなんです僕おねしょ、うん、自慢ではない本当に。去年も確かゼロだから28の年です。おーって言ったけど別に自慢ではないで27の年が4 年間 4本。あ、季節ごとにやってんだ。季節ごとで、まあ、平均したらね、平均したらね。でその26の年前の年がキャリアハイ、年間20本のお店おい野球選手みたいに言うあれが唯一の25円、取りましたおねしょ王のタイトルをね、おねしょ王を取ったのダントツで。いや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 いいんだよ、岡本さんのタイトルの話しなさいしないしない、タイトル2回松井秀喜以来の話しなさいよ。いらないですよ、それ下ネタやめてください。松井秀喜松井秀喜は下ネタじゃないよ。下ネタでしょ、女。松井秀喜は下ネタじゃないよいいんです巨人の話は。ああ、そうですか。ということでね、まあ、今回はノンアルでね、はい、迎えてますんで、ノンアルめっちゃ番組に寄せられたお便りなんかありますんで、おお、あ、早速それ紹介、そう、読ませていただいて。あー、嬉しいですね、嬉しい嬉しい。玉筋ネーム、はい、高梨さなさん。あ、以前ラスタ池袋の呼び込み中にお話ししたピンクのヘッドホンつけた、ね、ピンクヘッドホンね、ピンクヘッドホンなんですね、うん、そうそう、はい、女って言うな高梨さなさんから、うん、お手紙いただきまして、はい、あれさん、片岡さん、青年隊の皆様、こんばんは。こんばんは。いつも私の変なお便りを丁寧に読んでくださりありがとうございます。また新型ウイルスの、感染者数が増え始めている中で、楽しい放送を続けていただき感謝しています。いつも元気づけられるばかりです、
正常に送信できているかどうか分かりませんが、うん、ちょっとしたイラストを添付しましたので、トークのネタになれば幸いです、うん、これからも応援していますということで、うん、画像を添えて送っていただきまして、ちょっと高橋さんからいただいたその画像をこちらご覧いただけますでしょうか、はい、こちらです、じゃじゃん、おお、ほら、これすごくないですか、これを書いて送ってくれたんですよ、これはどっちがどっち、おいおい、あれ名前書いてるから分かるけど、うん、なくても分かるだろう、いやこれだって僕のガタオカの方はね、うん、あの似てるの分かるんですよ、似てるの顔の感じとか、あ、はいはい、いや俺だって似てる、似てるか似てるだろう、俺こんな可愛い顔してるだろう、してないよ、おじさんなんだよ、おいコナン君に出てくるなら分かるよ、コナン君の同級生、うん、ゲンタ顔というか、うん、でも前髪だってアレさんの方前髪生えてるけど、うん、本家生えてないでしょ前髪なんか、え、生えてたの当時、いや生やすよじゃあもうこうでいいんですよこうでいいんでしょ、それを描いてくれてたの、そう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 、もっとなんか綺麗に描いてるけど、こっちね、ヘタの部分がちょっとパイナップなんか野菜のトウモロコシか今日はこれでいきますよじゃあまあ高根さなさんのイラストの、ね、さなさんのために、でも嬉しくないこれ、嬉しい、これはめちゃくちゃ上手だし、うん、絵心があって、ね、でちゃんとこうね、なんだろう、 裏丸くして玉でしょこれ多分、あ、玉ね、で手で筋、あ、筋、いや手の筋はよくわかんない、手の筋はわかんないけどさ、こういったものもね、いや嬉しいね、番組にファンがつき始めてます、いや嬉しいね、まだ青年隊はやっぱりいないんだね、青年隊も書いてほしいですけどね、うん、ぜひ青年隊はまだ書くレベルではない、うん、レベルではないですよっていうことですね、まあじゃあそんな青年隊をね、顔覚えてもらうためにも、はい、呼びましょうか、呼びましょう、青年隊どうぞ、お願いします、おあーすごいすごい、なんだ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 、お、誰だ、誰ですかあなたは、うん、どうも玉添青年隊の脇毛染め杉太郎でーす、あーそしてお、どうも初めまして、うん、サンチェスです、え、なんか何何一瞬なんか言いましたけど、サンチェスです、サンチェス、本名、あれ、あのサンチェス、お、え、あ、サンチェスさん来てくれたの、韓国から来た、あの嬉しい嬉しい嬉しい、顔似てない、今年頑張ったよね、サンチェスさんね、でも全然似てない、日本人みたいな顔して、どこがサンチェス、あーあーサンチェスチェスって書いてある、サンチェスだ、じゃあ、ソメ杉太郎さんと、はい、サンチェスさんで今日はよろしいですか、違いますよ、ソメ杉太郎、え、違う、え、違いますよ、違う、いや、オーナメツ、オーナメツです、いや、染め過ぎたほうって言っちゃう、違う違う違う、嘘ですよ、毎回の、な、え、なんで毎回信じるんですか、大鍋って、いや、もう、こうなるよ、違うでしょって、毎回毎回違うでしょ、これわかんなよ、名乗られたんだから信じるでしょ、そんな、見たことないでしょ、聞いたらびっくりする、知らないやつが急に来たら、何を、うん、青年隊で染め過ぎたほう来たら、うん、誰だって、いや、俺はよろ嬉しかったけどね、新入りが来たんだな、あ、面識あるんですか、脇毛染め過ぎたほうでしょ、初めて見たもん、違います、嬉しかったもん、大鍋つねですから、大鍋つね、大鍋つね、なんで、わーって喜んでびっくりしましたよおい、違うじゃねえかと思ったら、うわーやって嬉しいみたいな感じのお二人三人謎のリアクションで焦りましたから、あと今回は今までの反省点踏まえて、はいはい、このここの時間が長すぎて、はい、安楽がもうずっと萎縮しちゃうと、緊張しちゃってだからすぐ振ったけどそれはそれで絡まる先にさっとこっちまずはサンチェスですダメだ言わないどこがって言われて出して面白いだから早すぎた僕ラリーが早かったから準備しなかったんでしょ、うん、だから どうしたいのよ玉水星で、うん、確かに本当に、うん、何なのいや違うだろうでよかった特技はね全然出せてないですよ、あ、本来の特技を出せてないのこの番組内では、はい、なんかいつもと違うことして2人が、うん、あ、そうなんだ普段めっちゃ面白いんですよ。あ、確かに俺最近すごい見てるの。シママフックの YouTube。ああネタとかね。ネタとか。うん、あ、ありがとうございます。うん、すごい見てるのに。あとあの特技があって、うん、この番組でまだ見せてないと思うんですけど。はいはいはい、はい。ハリウッドスターの名前を言われたら、はいはい、その人の名台詞を全部モノマネできるんだろうね。この番組でね、見せたのよ。第3回かなんか見せました。安楽さんいない回。あの第3回も第4回も見せてる。え、でもそんな特技があるの？あるんで、うん、誰でもいいんで、うん、ハリウッドスターの名前とか、もしね、知ってる人いたら。あ、俺知ってる。いい？いいですよ、いいですよ。あ、じゃあね、うん。こんにちはって言って、なんとかさんこんにちはって言うと、名台詞で返す、うん。こんにちは、ジョニー・デップさん。ジョニー・デップ俺名ゼリフって僕聞いたんですけど言ってますけどなんで安楽も誰かいる好きな俳優とスターとかいたら、うん、エマ・ワトソンエマでーす女性もいけるんだ
第4回もエマワトソンで振ってって同じことするえ、成長しろ、総集編ですか、総集編振り返ろうですかこれ、やめより玉筋を振り返ろうですか、いやこういう特技をあんのに、うん、そんなこともね、うん、脇毛ですとかやったりで、安楽は安楽ですごいですよ、うん、合コンの時絶対に外さない特技がある、うん、完全外さない特技があるの、うん、これはもう必見じゃないですか、視聴者の方、安楽のハモリっていう芸があって、おう、ハモリ、その人が言った言葉に対して、うん、会話に対して、うん、全部ハモリを入れることがある、それすごいじゃないですか、じゃあ例えば、うん、今この場で、うん、じゃあ僕とヤカベとアレさんで会話してるじゃないですか、うん、はい、ターゲットじゃあアレさんにしましょう、アレさんにします、俺がターゲット、アレさんにだけハモリを入れることができるんで、俺の発言にハモハモリを入れる、俺の発言にハモリ入れてくれるの、ほらもう、え、もう入るし、え、好きな食べ物なんすか、俺、うん、リンゴ、リンゴ、リンゴどの辺が好きなんですか、丸いところ、丸いところ、でも丸いの梨とかも全部丸い、確かにみかんとかもありますよ、ね、確かに確かに確かに、ブー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 したいな、ブーしたいな、今日はいつもと違って前髪あるの、ブーレーザーハモさん、ほら、え、これ合コンで受けるの？ね、いつも受けるもんね、これは合コンで受けるの、受けるんですよ、これがね、だいたい刺さる、そうなんだ、うん、はい、こういう普段の姿を見せていかないと、もっと、うん、いや、ちょっと、ね、うん、あ、でも、いいじゃないです、お互い特技があって、うん、いいね、うん、モノマネと、じゃあ、ガンガン出してって、そういうのは、あ、本当ですか、番組内でね、あ、あれ、あれ、あれ、何、あれ、なんかお腹が、あ、動いてる、あ、腹踊り、すごい、腹踊り、あ、すごい、あ、乳首ちっちゃさあ、ということでね、もう一つね、実はですね、はい、番組宛てのメッセージ来てまして、あ、いいじゃないですか、あの、ニッシーさん、あ、はいはい、毎回送ってくださる、はいはい、5月1年のニッシーさんがですね、こんばんは、こんばんは、前回はノーブーいただき光栄でございますノーブー、ノーブー、史上初のノーブーだったから、ね、確かに確かに、番組2回目から拝見しておりますが、はい、この番組の投稿に際しては、はい、真面目に投稿しちゃダメだということが分かりました真面目なんて、もう真面目、もう真面目じゃないですか、完成しちゃって、素晴らしい、というわけで玉筋ネームを、うん、ニッシー改め、ヤカベシンノスケに変更しますこれは早速もうもらえた、不真面目の効果が出てる、確かに、あれ、新之助選手、はい、うん、2000分安打まで9日放送終了時点で、はい、あと1935本、はい、2000分だなんてケチくさいこと言わず、4000分やっちゃってくださいよ、うん、あら、前人未到の、ね、うん、あと、はい、回数を重ねることに思ったこと、はい、大鍋常さんがだんだんと饒舌になってきて、うん、あれさんより話す時間が増えてきたりこういうね、お便りをいただきまして、伸び伸びしてるもんね、この番組、そうなんだ、ヤカベは、うん、俺より喋ってお前、だからお前相方に怒られるんだろうが、違う、誰もツッコミしないからでしょ、伸び伸びってやるから、変なこと言って喋りすぎなんだよ、出しゃばんなってお前、やめてくれよ、俺の番組なんだから、制さないと、酔っ払いと変な真面目な、まあ、確かにね、トム・クルーズさんが言う通り、ゴートン・クルーズでー、あ、そう、おお、そうなんだ、そうなの、違う、そうなのっているわけないでしょ、まず考え、あの、一回考えてください、トム・クルーズいるわけないでしょ、そうなの、いないのか、よく考えて、いるわけないでしょ、こんなラジオ、こんなショボラジオ、一瞬見えたけど、ね、ショボにいないでしょ、こんな泉ピン子さん、違いますよ、あ、違う、あ、そういうこと、ハリウッドスター限定で、あ、うん、ハリウッドスターだけ、そう、ケイン小杉さんは、うん、全然、あ、でもハリウッドも出てる、ジョン・レノン、ハリウッドスターだから歌手のハリウッドスターだからイギリスの歌手外国人ならいいって外国人いや全然そんなことないですケンコさんペヨンジュン違います、ああ違うの、こんな有名な人でもいや全然できないですよ、サミー操作うーベースボールベースボールもいけんのいやメジャーリーグメジャーリーグ出てあの多分西村隆さんで出てます多分あのあなるほどそうさゲスト出てあ出てた映画に出てるわよ映画ハリウッドですかあれはあそういうーーそういう基準なんだ、はい、ジョン・レノンさんもジョン・レノンさんが出てますあの、あれ事前に事前のやつビートルズ密着ドキュメンタリーみたいなドキュメンタリーが出てますフレディ・マーキュリーさんはフレディ・マーキュリー大友公園あれ大友公園さんじゃない今のいや違うフレディ・マーキュリーフレディ・マーキュリーだろ今のフレディ・マーキュリーさんあれはフレディ・マーキュリーさんはいいわ今後これ使ってこうちょうどいい尺でぜひお届けできるんで
情熱の理由がこれなんだよ。喋りすぎなんだよ。振りすぎなんすよ、やっとしたら。喋りすぎだよ、もう。喋りすぎなんだよ。安楽見習えよ、お前。ずっと静かにしてくれてます。言うな、ありがとうな。いやいや、バランス取ってるよ、そのすごいな、こっちが。やりたいよ、俺もなんか。やりてえわ、俺も。うわーとか。だからなんか、ね、日本人、逆に日本人。あ、逆に日本人なら何でもできる。日本人のなんか。じゃあ日本人でなんか好きな、うんね、役者さんとかいたらちょっと挨拶する。役者がいいのかな。はじめまして、あの、うん、坂井正人さん。ジャーク。あ、そうなの。そうなんだ。坂井正人さん。うん、あんま似てないけど、うん、まあまあ。唐沢俊明さんおはようございます。うわー辛いね。辛い。唐沢俊明さんの辛って辛いっていう意味だった。そっから来てたんだ。そうなんだ。はい、あ、そうなんだ。ボブマーリーさんはどうなの？ボブねー。大友康平さん。違うんです。愛は地球なんか言ってないでしょ。愛は地球だってボブマーリーですから。もうダメですわ、はい、こんなことしてたら。お便りは、ね、また CM 遅くなりますからね。今日ね、あのブー体験の方にたくさん手紙来てますんで、その前にですね、はいはいはい、この番組の一番名物企画と言われております、はい、吉田組の CM をあ、お送りしますか。はい、お送りしたいんですけど。ブー体験じゃないですか。あ、違うこっちはメイン。こっちはメイン、はい、まあ、スポンサーさんのね、前もね、はい、スライドショーで吉田社長から送ってまた写真を流して、はいはいはい、なんか原稿作ったらヤカベが文句言うもんで、いや、それはそうです。尺が全部合ってないんですよ。尺がね、足りないとか多いとか言うから、うん、違うんですよ。じゃあもう自分で映像、はい、写真見て解説入れてくれと、はい、あ、なるほど、うん、それだったら文句はない、ね、まあまあ確かにそうです。僕で言えますからね。そうだね、はい、だからで最後はゴミのことなら吉田組ってテロップが出たら終了なんで、なはい、それに合わせて。変な犬出てこないですか、もう毎回。犬なんか出ないよ、もう毎回変な犬出てくるんですよ。会社に関係ないだろ。情報ない、流さないんだから。関係ないやつがどんどん出てるんですよ、間に。犬とかロバとか、ね、変な馬みたいな。馬ね、馬汚い写真の汚い馬が。おいおい、お前写真が汚いことだけは言うな。いやいや、自覚あるんかい。他よ、自覚あるのか。これからどんどん喋るんだから一発で決めないと。そうですね、ちょっと確かに一回ぐらい成功させたいです。そうだね、今日ぐらいは。じゃあそれでは準備よろしいでしょうか、はい、お願いします。それでは、あ、ありがとうございます。それでは吉田組の CM です、ご覧ください、どうぞ。こちらは吉田組の本社でございます。吉田組はこう青い空の色を意識して、あ、こちらが吉田組の六方州です。六方衆は左から田中、吉田、田中です。こちらが休憩時間です。休憩時間は外で、こちらは吉田さんが捕まった時の、吉田社長が捕まった時の警察の、こちらは吉田社長が巨人にいた時の、巨人選手だと。これはあれ、これとうとう吉田社長がコロナウイルスを対策してる時のゴミのことなんでしょ。ちょ、おい、待って待って待って、伝わらないよ。待って伝わらなかったよ。ゴミが一個も出てきてない。ゴミが一個もただのアルバム流してるやん。もうアルバムちょっと詳しく教えて、ちょっともう一回ゆっくり見てもらいいですか。1枚ずついいですか。説明合ってたのかな、ちゃんと。いや、本当に最初ね、そのパッて映った門のとこ、うんうんうん、あれ本社なの。あれ本社でしょ。ちょっと映せますかね、あの、あ、これこれね、いや、本社でしょ、これ本社。本社見て、ほら、スポンサーだからさ、トリゴヤズーリのポスター貼ってくれてんだよ。貼ってくれてんだ。そういうとこも言及しないと。いやいや、目行かないじゃん、なの。色がたまたま被っちゃったのよ。めちゃくちゃ被ってんだ、色が。でも先は吉田組だからね。そうだよ、もちろん。それは褒めないと。で、次の写真が、うん、これね、これは何つったこれ。六方衆ですよ、吉田組の。六方衆。これでやってるんですよ、吉田組。そうなの。ワンピースの飛び六方みたいな。飛び六方みたいな。後ろからルフィが倒して右のやつを。右のやつ、はい、名前があるの、ちゃんと名前が一人ずつ名前あるの。吉田、うん、田中、うん、吉田、うん、吉田、うん、吉田です。あ基本吉田で、吉田組ですからね、やっぱ。あ、そうなの。あの犬は、あの犬はチョッパーですね。あ、そう、あ、そういうことだね。ワンピースで言うとね、ワンピースをやってる、マスコットキャラだ、はい、あ、ね、で、あの後ろがサニーゴです。あ、そうなの。ワンピース意識して、そういうコンセプト、はい、あ、いや、海の青みたいな。あ、なるほどね、わかりやすい。なるほどね。で、次の写真が、その先がこれは休憩時間です。これ休憩してんだ、まあ。そう見えるね、確かにね。休憩で、あのサボってる時間ですね。あのサボってんの？あの本当は、うん、あのマスクしてる人は仕事しないといけないのに、うん、あのサボってる映像です。そうなの？こっち見てるね。カメラ見てる。バレたみたいな。ここから走って逃げる決定的瞬間です。あ、それは今から逃げるんだ。今から逃げる。だからあのでポケットでチンポジ書いてますこれ。あ、悪かったな場所が。そうなんだ。チンポジを書いてる。チンポジを書いてる瞬間ですね。で次が？次が？うん。これ
これ警察なの？これ吉田社長が捕まったの？初犯で捕まった時の。何の罪よそれは。ん？何の罪だったの？パンティー泥棒ですね。あ、そうなんだ。これ大丈夫ですか？もう金募集してますよ。よくないよくない。俺らはだって聞いてるだけだから。俺は分かんないよ。そうなんだ、じゃあ違うよでいいんですよ。なんでこの全員が僕の絶大なる信頼を得てるんですよ。吉田社長に対しての。次その次は？俺。その次の写真がこう来て捕まった後、ああ、はい、ジャイアンツの選手だったって言ったの、うん、いや、そうです、V3 時代の、あ、そうなの、そうなんだ、あ、そうなの、じゃあ王さん、川上哲治さんとかその世代じゃない、あの吉田っていたっけ、いたいた、いた、うん、いた気がする、あ、そう、それの7番セカンド、あ、その人だったんだ、セカンド回ってたんだ、7番セカンドで、はい、でちゃんと、で、その時もアディダスとアンダーマンちゃんとスポンサーだったんですよ。そうなんだ。当時からじゃあ長年のシーズン。その次が、あ、これね。これは、これはただの、 あの不審者ですね。ああ、そうか。これは不審者じゃないだろう。これは、うん、え、再犯？これです。これ再犯。これあの再犯です、今から再犯を犯すぞっていう時のパンティーを。パンティーがあの、パンティーだって、むしろマスクをパンティー、あれパンティーをこう口に。あ、そういう。なるほどね。違う、なるほどねじゃないんですよこれ。あ、そうなんだ。違う。俺にこれ送られてきた時は、うん、吉田社長はなんか違うかったけどね。はい、え、なんて言ってたんですか。スポンサーでやらせてもらってるから、はい、みたいな本当に訂正で、もう本当に今度あのスタジオにはね、本当は遊びに行きたいんだけど、このコロナのがちょっと今感染ひどくなっちゃってるから、行かない方がいいかな。でも菓子折りぐらいはもう一回持ってった方がいいかな。っていう時の写真、ね、言ってくれたんだ。それをヤカベは何で紹介したんだっけ、うんうん、パンティードロボン初版のパンティードロボンって、あ、あ、違う本当ですか、あ、すいません、今ちょっと原稿が届きました、ふざけんな、おい、おい、ふざけんな、おい、ごめんなさい、あ、おい、違う、じゃあの誰も入ってこれよ、もう一回頭からちょっと僕読みますんで、違う、ちょっとすいません、何回も、おい、マジで、それでは、ご覧いただきたいと思います、吉田組の CM です、どうぞ、はい、有限会社吉田組は小平市東大和市を中心に一般廃棄物収集運搬業をしています、うん、吉田組では新入社員を募集中です。詳しくはホームページをご覧ください、うん、これは明日の廃車の振り分けを考えている吉田社長の様子です。吉田組の事務所には東京タワーと東京スカイツリーのフィギュアが置いてあります。事務所か、うん、ピーポー見ないんだよ。吉田組は亀井選手を応援しています。吉田社長はコロナに対して人一倍の警戒心を払い生活しています。ゴミのことなら吉田組、ふざけんな、おい、ふざけんな、おい、おい、これは良くない、ありがとうございます、いつも吉田組、ビバ、ビバ吉田組、ビバ吉田組、違う、やとしたら、やとしたら違う、ちゃんとそんなわけないだろうって言わな、え、その初版でああじゃないんですよ、初版でああじゃ、ああそうなんだじゃないよ、嘘つけ、ボケ、嘘つけ、ちゃんと真面目にやれでしょ、なんか24とかね出てんのかと思っちゃったから、それは、24に出てる人誰だったっけ、ジャックバウアー、ジャックバウアということで、今週の吉田組のコーナーは8分。はい。いや、まあね、すみません、本当に。吉田組様にはね、やっぱりこれぐらいはやっぱりしないと。そうなんです。でも、社員募集されてるんですね。そう、そうですね。あの、ホームページの方から、うん、あの電話とかしていただけたらということなんで。謝罪で、一回僕、あの、アルバイト行きます、ボランティアに。謝罪で、あの、謝罪を受け取ろうとか言ったんで、すみません、ヤカベは責任持っていきます。今度は手伝わせていただきます、すみません。さあ、やってまいりました、はい、このコーナー行きましょうか、はい、僕と私のブー対決、よいしょー、おー、決まりました、素晴らしい、だんだんね、勉強やってなかった、僕ね、今までずっとこうやってあれさ見てたんですけど、うん、あのモニターの中で見ればめちゃめちゃ簡単だった、助走をつけるしね、俺もね、うん、もうでも、うん、モニターの難点はこう左右逆になるっていうのもあるから気をつけて、あ、そうか、今上下の運動だから、たまたまだったのか、今そう、たまたま俺がこうやったから上に動いたけど、片方だけだったらもしかしたら難しい、うん、難しい、難しい、難しい、確かに、まあそれはね、一回やってみる、一回やってみます、これ、この時間が無駄なんで、これ二回やるんですか、もういいじゃん、今日は、僕と私のブー対決、よいしょー、ブー、おー、やっ、お前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 、
外とむずい。スポンサーディスるわお前。意外とむずかったお前。みんなやってほしい。画面の前でみんなやってほしい。あ、もう一回もう一回いくか。よしよしよし。なぜか裏ついたからもう一回なんでね、どういうこと、なんでなんでこのシャッコレを見たい、僕と私の舞台系ブブブン。ダメじゃん。むずい。意外とむずい。生で見りゃいいじゃん。じゃあもう生で見りゃいいじゃん。確かに確かにな。映像越しに見るからそういうこと。じゃあもう一回生で 見る。生で見たら分かるよ。じゃあ決めますよこれで、はい、僕と私の舞台系ブーブー。おい帰ってくんな。見えんと見えんから、ちっちゃいから大きくゆっくりやれ、大きくゆっくり。何かブーちっちゃく早くしやがった。ダメです、ここで時間割いてる場合じゃない。今日多いんだから手紙が。手紙たくさん来てたから。ミニコーナーだけど。読みますよ。いいですか。僕と私のブー体験では、はい、視聴者の皆様から送られたちょっと思わずブーと吹いてしまったような体験を送っていただきまして、はいはい、こちらのあれブーのすけ先生が点数をつけてくださいまして、はい、それに応じてこの番組特製ポストカードですね。はい。はい、玉筋と、はい、玉筋と書いてある。はい、これね全部あげるわけじゃないです。はい、その作品の点数に応じて、はいはいはい、まあ。ね、安楽の1枚かなとか、はいはい、ね、ガタオカ1枚かな、はいはい、あれさん2枚あげちゃおうかな、はい、そういうふうに、まあ、だから全部集めるまでいっぱい応募してください。なるほどなるほど、ね、はい、そうです。ちゃんと今月はちょ、今週はちゃんとあの全部1枚ぐらい配布してほしいなっていう、うん、今週はちゃんとってどういうこと、うん、前からやってるけど、いやいや累計いくんですよ今、累計の方よりが、そう、まあ多少は、多少はね、いや安楽さんがまず1枚、あ、まあまあ1枚出てるね、はい、うん、ありがたい、あの、す、まが僕0枚なんです。あ、まだ出てないから。あ、片岡はやっぱりまだ出てない。まあ、なかなか出てない。まだ出てない。で、あの、あれさんの数が、うん、もうゼロ枚なんですよ。あ、やっぱりね。レアだよ。1、0、0ってバランスいい。うん、はい、じゃあ今のところいいよ。いや、僕だけ、89出てるんですよ。もう、3行くから。もう、桁がもう一人だけ。もう桁が、もう乗るから今日で、3桁に。ありがとうございます。お世話になっております。いつもブー体験ありがとうございます。ね、僕昨日夜中玉筋アカウントの方から10月分の、はい、当選者の方に DM しまして、はい、住所送ってもらって、当選おめでとうございますと、はい、住所送ってください書いて、はい、なんとか様、はい、女別ね、9枚、はい、おめでとうございますみたいな振り分けたんで、だから10月分はそれ出したんですけど、11月分ちゃんと数え切れてないんで、はいはいはい、女別ねはアーカイブ載った時に全部チェックして、はい、計算して嫌なんですよ50分見ると全部見てで12月になったら送りますから、11月分集計してください。なぜ、まあ、僕がいっぱい出てるからね。そうそうそう、僕がいっぱい出てる責任を持って、はい、さあもう早速いきましょう、はい、僕たちの舞台券、はい、こちらあやさん、はい、あやさんってかっこあれしんのすけさんファン、あやさんって、ね、うん、何名かいらっしゃるんで、うん、この番組では、まあ、便宜上ね、はい、山村あやさんと山村あやさんと山村あやさん本名をね勝手に言うんだよ。あんまダメなやつが言ったら言っていいすかこれ。僕の1個上、うん、いやいや違う細いおばちゃんいやおばちゃんとか言うなよ。まだお姉さん、まだお姉さん、よくわかんない写真よくやってよくないから、よくないよ。山村彩さんからありがとうございました。前回の僕と私のブー体験を、あ、ごめんなさい、その前にですね、はい、あ、こちらか、先週、はい、届いてましたね、11時過ぎこの番組終わった後に、はい、お、読まれなかった残念です。マジ、僕が漢字読み忘れて、あ、読み忘れ、普通に読み忘れちゃったのがありまして、でも山田さんもほら爆笑マークじゃない、うん、そう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 、許してくれてるわ、ごめんなさい忘れましたっつったらもう一回送ってくれたんで、そちらを、あ、なるほど、今週のですね、前回の僕と私のブー体験を見て思ったんですが、その時はお酒を飲んでからの玉筋だったため、リアクションがいつもより厳しく感じました。これからお酒は終わった後に飲んでください、というお便りです。これなんすか、うん、これブー体験じゃないですよ、本当にブー体験で、特殊にダメ出し、ダメ出し、これはお母さんと一緒です、お母さんと一緒ですね、お母さん目線で、すいませんでした、まあ、年代的にね、そうなるんだろうね、うん、ごめんね山村さん、誰がお母さん世代だ、山村さん厳しいですよ、山村さんだけ、山村さん、山村さん、どうですか山村さん、謝罪も込めて何部、まあ前回読まれなかった、うん、謝罪もあるんで、ね、謝罪もあるし、ね、そうですね、これは言っていいんですか、謝罪もあるし、ノブ、あああえてのね、ええ、厳しめに、あ、厳しいですね、でもね、うん、俺優しいのよ、おう、なるほど、一部、あ、ノーブーからの一部、あ、音上のその金ちゃんだけどね、金ちゃんのもう一個あげてほしいよ、あ、パッ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 、そう、許して、じゃあノーブーからの一部ということで、大鍋つね7枚、はい、
ありがとうございます。どういうこと？何も、なんか何1から1とかでいいやん。なんで7も上げる？さあ、ちょっと、先ほどもお手紙いただきました。日水さん。あ、日水さん。あ、2通もいただいてね。ありがとうございます。今日のブー体験。はい。玉筋ネーム矢壁慎之介、はい、改め日誌、おお、もう直っちゃった、もう改名したよ、改めて言いましたね、こんばんは、はい、こんばんは、秋深し、焼き芋が美味しい季節になりましたね、そうですね、以上です。ニッシーさんも分かってきましたね。ニッシーさんはね、コツ掴んでるから、もう多分ね、さっきの振りも聞かせて、改めの時点でもブー狙ってたんじゃないか。だから、うん、上手よ。確かに、うん、すっごい深いこと言いそうな入り方してね。入り方だから、だからこれもニッシーさん、うまい。うまい。うまい。うまいですね。本当はできる人だもんね。うん、そう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 。どうですか？これはうまい。何ですか？だからやっぱりね、うまいっていう意味も込めて、3ブー、あ、3ブーということで、大鍋で7枚7枚だけですけど、なんで3と1どう違うんですか。いやいや、それはだって内容、同じ点数でもとか違う点数でもね、7なんですか、ずっと。それだって頑張ってくれてんだから。いやいや、他のあげましょうよ、じゃあ全然もう、まあ、ちょっとずつ出さないと確かにバランスがね、うん、よくないから、まあまあまあ、まあ、でも、あと、もう速報ですけど、100超えましたよ、今、投稿。77出たんで。ちょっとね、大型発注かけないと、大鍋で足りなくなってきて。100超えましたからね、もう。さあ、読んでいきたいと思います。はい、たましゅんのストロベリーアイスさん。はい、おぉ。私が100円ローソンでアルバイトしてた時のことです。おい、おレジに立っていると、一人の女性のお客さんが来て、すいません、白クマありますか？と、私に聞いてきたので、はいはいはい、あ、アイスクリームの白クマか、可愛いお客さんだなと思い、うんうんうん、アイスの白クマですか、うん、と言ったら、うんうん、いえ、白ゴマですと言われました、というお便り。これはほんわかしますね。これはそうですね、うん、なんかすごい、でもちゃんと分解ですね、綺麗な分、白ゴマだったと、はい、うん、これよく聞き間違いだったかな、聞き間違いですね、これはでもいいんじゃないですか、ね、これは先生もやっぱ共感できる。これはやっぱりこういうことはありますよね。そうそうね、やっぱり滑舌の問題なのかな。うん、ああ、お客さんがね。その人の耳の問題なのかな。でもこういうすれ違いはやっぱりありますね。あります。マスクとかしてたらね。あるでしょ、結構会話、こう聞こえたらこうだったみたいなこと。ああ、全然ありますよ。例えばどんなの？バナナって。あ、バナナ。バナナくださいって言われたんですけど、うん、よく聞いたパナマ行きたいみたいな感じでした。まあそうですか。あ、そういうのあるのか。あるか、うん、パナマ行きたい。あ、バナナください。バナナください。パナマ行きたいってなって。あ、なるほど。間違いで。日本人なんでって店長に断りました。あ、なるほど。逆にね。間違いです、ね。パナマ行きたいって聞こえたのに、うん、違うだったんでね。あ、そうなんですか。うんうん、パナマ行きたいじゃなくて、実は何だったんだっけ。猫撫でたいって。猫撫でたい、そう聞こえたの。何、パナマ行きたいと勘違いしてシャツとか準備しちゃって旅行行ったのに。一緒に行くってやつか。あの、猫撫でたいって言ったの。あ、なるほど。そうなんだ。勘違いして、パスポート取っちゃう。そこまで行ったんすか。そう、勘違いってあるんだ。勘違いありますから。これ聞き直さないと。じゃあ行きましょうか。何ブーですか、今のは。あ、今の方、白ごまの、はい、やっぱりね、こういう日常経験を本当にちゃんと送ってくれたので、ちゃんと5ブー。おー、すごい。出すか、確かに。あ、そうですね、もうそろそろ行った方がいいです。そろそろね、バランス的、はい、じゃあ、とりあえず、はい、大鍋つねを3枚。とりあえずってなんすか。とりあえず、ね、お通しみたいな感じ。とりあえず、これで、お通しで。とりあえず、梅水晶ぐらいの。どういうこと。行くか。行こう。これ行きましょう。はい。お、安楽8枚。いいな。でも悪ノリの予定しかしないの。安楽8枚は、じゃあ、合計11枚。11枚ゲットですよ。素晴らしい。すごい、まあ、確かにちゃんとやっぱ思うのがね、たまにはね、確かに、あんなに9枚だから、そう、すごいね、さあ、行きましょう、はい、はい、こちら初登場ですね、玉筋ネーム、コルレオーネさんから。コルレオーネさん、初めて、ね、ありがとうございます。ブー体験です、僕はアンダースローの投手が大好きです。お、うん、上から投げりゃいいものをわざわざ投げにくいフォームにして、人生に何があってアンダースローにしたのか気になります。面白い、面白い。僕は阪神ファンなんですが、はいはい、青柳が投げる試合を見てると、はい、少し勃起しますというお便り。ちょっと待って、一番面白いわ、今までで、一番面白いわ。どういうことなんか、急に、これはね、誰これ、桜、この人は、面白い、別媒体になってしまうんですけど、僕が出てる、ね、某ネット生番組、有料会員限定の、もう投稿がもう、どしもネタしか送ってこないの番組の常連さんなんですよ。が、
からね、噂を聞きつけてここに来てしまいまして、いやついにこんな言葉を違う、荒らさないでください、読み売れたはずにボッとしますよ、言わせないでください、もう、ま、ちょっと確認したいんだけど、うん、上から投げりゃいいものを、うん、下から投げてるのを見て、ね、人生何があってアンダースローにしたか気になりますか、気になる、で阪神ファンで阪神の青柳投手はね、はいはい、下から投げるから、それを見てると少し勃起するいやどういうことなんこれどういうことなの、つじつまらないでしょ、いや面白い、頭おかしいでしょ、これ面白いね、これってよね、誰やこれこれもう除外しましょう、こんなやつ仕方ないよ、お前勃起するんだから、違う違う違う、治安がよくない、若い子も見てるんですよこれ、あ怒ってんな、それはそうでしょ、勃起するとかも誰が怒ってんだよ、阪神ファンやし、何やこれ、うん、これって読んで誰これ、いらないでしょ、あじゃあちょっと厳しくいきましょうか、これお願いって勃起なんてダメじゃないですか、よくないよくない、こんなやっぱり言う人がやっぱり、うん、そうそう、視聴者さんも、うん、こういう人に甘くしないでくれって、ね、先生の声ですから、勃起なんてダメですから、何分でしょうか、はい、10分なんでやねん10枚おい、いやいや、こう行くなよ、こんな勃起のやつに行くや、俺のやつがなんか、ね、よく見たら勃起してるみたいに見える、そうそう、言うな、こうね、勃起してるじゃん、勃起ステレオじゃないから、さあ盛り上がってきたんでね、いや勃起盛り上がってきたんで、いや、ま、もうちょっと時間も時間ですから、はい、まだちょっとサクサク読みましょうかね、どうぞ、よろしくお願いします、いきますね、はい、玉筋ネームちか様、ありがとうございます、ちかちゃん、ちかちゃん、はい、読売札の玉筋、はい、毎週楽しく拝見させてもらってます、ありがとうございます、今回も僕と私のブー体験を送らせてもらいます、はい、11月8日に東京ドーム最終戦を見に行った時のこと、この日坂友さんがドームにいるのは知っていたものの、ドーム内では全然会えず、会えないかなと思いながら試合後ドーム付近を歩いていると、友達が坂友さんと言っていたので、私はそんなことはないと思い、えいないじゃんと言ったのですが、本当に坂友さんでした、一体私はどこを見ていないじゃんと発言したのでしょうか、その後何メートルか一緒に歩いていき、その流れで記念写真撮影になりました、会えないと思ってたので会えて嬉しかったです、写真が撮り終わると友達が上着を着せてあげ、私がボードを片付けてあげ、気づけば坂友さんのマネージャーになってました、はい、というお便りです、ね、長いなぁ、なんだよ、長いよなんだよ、なんで大して面白くもないから、なんか聞いてよ、なんでしょ、あったりつくつ、いろんな実際あった出来事だけ、別にいいでしょ、これ、なんでですか、長い実際あった出来事なんだから、面白くない、ノーカットでお届けしたんですよね、ノーカットそのままお届けするんだ、さっきの西井さんはね、うん、秋も深くなってきて、うん、焼き芋が美味しい季節になってきましたね、以上の、そうすごい短い、うん、もうだからパターン変えてきてくれたんですよ、確かに、ちかちゃんは短いのもみんなやってるから、うんうん、私わざと長い、ね、なってつまんない文章送ろうそこまで考えてないでしょ、ないから褒めたら勘違いするから、いやいやいや、なんでそのどつくがつけないなってるのが、よくないよくない、いや本当つまんない文章ありがとうね、違う違う違う、どうすか、何部ですか、いい文章、いやでもね、僕は嫌いじゃないのよ、こういうのも、逆にね、あえてね、好きな、本当好きな、さかのね、はい、3部おぉということで3部1枚違う、ね、なんでその、いいでしょ、長文でちゃんと書いて、いや長くてつまんない人は1枚甘やかしちゃダメだよ、俺は好きだけどね、いやちょっと、なんでよ、まあでも逆にね、起きましたから、俺は好きです、そしてまだあります、はい、ブー体験、はい、玉筋ネーム、はい、決して身内ではありませんさん、じゃあ身内だろうね。そんなわざわざ言うやつなんて、そんなわざわざ言うやつ、テレビで松茸が出てきて、それを見ていたジジと孫の会話。はいはいはい。ジジ、松茸食べたことあるか？孫、ないよ。ジジ、ジジはあるぞ。孫、え？ジジ食べたことあるの？ジジ、真面目な顔で。はい、長谷園の松茸のお吸い物な。ブー。お吸い物で真面目に松茸食べたって言えるジジに笑えた、はい、正確には長谷園松茸の味お吸い物ですというお便りなんです誰だおい、おい素人かこれ、おい誰だよ、誰だ、あ身内って、これは素人ですか、俺じゃないからだ、片岡さんの大学時代後輩ですか、いやですこんな素人分は素人ですよね、さすがに僕の身内じゃないです、あ違います違います、うん、身内ですか、あれさんの、うん、大学時代後輩とか、うん、地元のなんか知らない人とか、いや俺、ええ、いや何、いや俺、いや俺じゃないよ、こんなん絶対身内だったら芸人、確かにもう、うん、言うんだったら今のうちですよ、そうね、まあ、こんな、うん、いやでも誰ですか、いやでも俺じゃないと、こんな素人みたいなの書かないですよ、うん、でも俺じゃない、えあれ、えそれはなんか、うん、どういうこと、手を挙げてる、何手を挙げてる、なんですか、
これはあの僕に来た DM とかじゃないんですよ。え、アレさんから LINE が来まして、うん、俺はまだ読んでないから、うん、これを、うん、よかったらってスクショして送られてきて、うん、そのスクショ見たらあのお母さんからですね、これは。アレさんのお母さんからめちゃめちゃ言っちゃったよ。めちゃめちゃ言っちゃった。すいませんでした。だからジジと孫っていうのは多分アレさんの俺の親父と、うん、俺の父親と、うんうん、妹の、うん、あーアレさんの姪っ子、甥っ子、うん、そうです、甥っ子、姪っ子、どっちか分かんないだと思う、だと思うよ。送ってくれて、はいはいはい、松茸食べたって言って、はい、実は中谷のお吸い物でした、うん、なるほど、という、まあ、まさにね、血筋といったところで綺麗なブー体験を送ってましたね。この、はい、自分からブーって入れちゃうのはいらないね。ダメ出しの後で、うん、松茸のお吸い物な、うんうん、で終了で、終了で、うん、もしくはまだ、ね、うん、まだよかった。この長さといい質といいね、あや、うん、さんが2人続いたらことあちかさんかちかさんが2人続いたらことなので思うぐらいね、解説ちゃんとね、うん、ダメならボツにしてってちゃんと添えてました。それは読まなかったけど、でもすごい失礼でございます。まあちょっと身内だからって甘やかしちゃダメなんですけど、何ブーですか先生。十ブーです。おいおい、あれしんのすけ一枚お母さんついに出ました。俺のお母さんに。ついに出ました。癒着やただの。あれしんのすけ1枚。1枚。やっと出ましたよ。俺はもうお母さんとりあえず出たことに。でも俺のやつももらっちゃったらさ、うん、他のやつ多分いらないから。息子は。確かに。ちょっと大変なことが起きてます。あ、なんでしょう。もうこれで終わったと思ったんだけど、ツイッターの方にたくさん来てまして。え、急遽延長しなきゃいけないんで、これ挟みますか。一回ケイアンドケイコ、さっきケイアンドケイチクラさんの CM をね、挟んで、最後いけるところまでブー体験読みたいと思うんで。それではですね、はい、今回もホームページをご覧いただきながら、はいはい、こちらのね、サンチェスさんが読んでいくれる、はい、サンチェスさんね、サンチェスちょっとハモリっぽくさっきのさ、おー、いいですね、ハモリ入れられるんじゃないの、はい、それにね、いいですか、歌に乗せてお届けしたら分かりやすい、はい、じゃあホームページの方ご覧ください。ケイアンドケイチクロさんです、どうぞ。 CM ソング、どんな会社、私たちは創業以来工業炉や乾燥炉、電気炉の設計施工、設計が好きな私、焼却炉で勃起しちゃうの。おい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 、焼却炉、焼却炉、今後も努力してまいります。あ、よく努力すんな。ああ、違う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 、いやでもね、でもね、うん、いつもこれ文読むだけだったから、うん、今日ね、新鮮ですごい良かったです。いや違う違う違う、書いてきた、うん、文読んで読むだけで良かったんですよ。え、何が、え、聞いてますよ、じゃあ昇格量で勃起とか言ってますよ。そんな、あのね、これはね、だからさっきのコルレオーネさんが良くない引き金引いて、ずっと静かにしてた安楽が、あ、勃起言っていいんだダメだから、アホ、分かるでしょ、そんなね、長いやってたら勃起言ってダメなんですよ。それをね、メイン MC はギャグで笑ってる横のヘルメット男がおいおい、何やこの CM、 何も宣伝になったの、 K&K チクロさんの何もなってないでしょって。いや、K&K チクロさんはね、はい、常に写真をくださいとは言ってはいるんだけど、なかなかそういうお忙しいってことで、うん、勃起してるから、いや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 、ちょっと卑猥な写真をしてないから、もう、まあ、もう一回さ、ね、写真くださいということで、はい、次回来たら、うん、新しく CM をしますんで、お願いします、お願いします。さあ、残りが6分、はい、30秒ありますんで、はいはいはい、すいません、引き続きブー体験を、あ、そうですね、ちょっとね、はい、いっぱい来てますから、はい、お願いします、読んでいきましょう、はいはいはい、戻します。ちょっとあのね、ちょっと伝えたいことあったんで忘れてたんだけど、これ見ながらなんか投稿できたらいいねっていう話してたね、うん、それできるようになってるみたい。これでかいじゃないですか、どうやってるの、お客さん携帯で見てるでしょ、携帯でスマホで見てる、ね、スマホで見てる、はいはい、で、画面を小さくする方法か、はい、なんかがなんか携帯がもうできるようなシステムになってんだって。じゃあ YouTube のこの横長とこれみたいな、そうそうそう、コメント YouTube みたいにできるんだ。そうそうそう、おー素晴らしい、これはすごい。あ、じゃあそしたらどこにコメント届くの、それは。だから見ながら打てるんですか、なんか、そう、文字を打てるから。でも僕らがそのコメントどこにも表示されないですよね。それは、あ、ここには表示されないけど、うん、携帯にだからメッセージは来れるってこと。あ、DM が来るってことね。今後そうなるんですか。なるほど、あ、じゃあもう来週からは Twitter の今
皆さんがねツイッターに DM してくれてるんですよ、オンエア中に、はいはい、それせずに僕らもその共有画面からそこでコメント、あ、コメント見れると、本当だ、わ、じゃあ来週からちょっと生まれ変わった玉筋が、うん、確かに、ね、なんかちょっともし間に合うなら今誰かなんかコメントしてくれたら見ながらやってますみたいなのね、アズーリのじゃあページ出せます、いや、アズーリじゃな、ああ DM できるってことですね、こっちに DM すればいいってことね、そうそうそう、だけど今ツイッターで読めなきゃいけないから、あ、そう、だからこの玉筋のツイッターに、はい、メールを送れるの、うん、DM を送れるの、見ながら、見ながら、そういう風になってる、そういう風になってる、その玉筋のサイト内じゃなく、そうそうそう、そういうことね、玉筋こっちは流し、あ、さっきのワイプみたいなこと、あ、そう、そういうこと、そういうこと、なるほどなるほど、あ、じゃあ引き続き、はい、こちらに送ってもらうもらうと、なるほど、そうそう、それが見れてますってね、あ、それはすごい画期的なやつ、来てる来てる、あ、本当、ほらほら見ながらやってますと、ほらほらほら、エロ坊主から来た、たまつじ煩悩坊主さんから、煩悩坊主、片岡さん、アレスさん、生命体の皆さん、こんばんは、こんばんは、毎回毎回見ると言っていましたが、やっと今回初視聴です、お、皆さんの活躍画面越しに応援してますと、おお、じゃあ煩悩坊主、これはいいです、なんで、これはいいですけど、いいの、これは応援してくれて、ありがとうございます、モッキーさんね、あ、来た、山村さんから、あ、さっきの山村さん、今見ながらやってます、おお、矢壁さんのポストカードばかり集まるので、ブー体験考えるしばらくお休みします。おい、お前何やってんの、最高、お前足引っ張んなよ、違う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 、あんたがあげるか僕の、多分も最高です、山村さんマジ30枚まで僕の僕のだけ、そんなこと言わずね、ほらこれ目指して、こっち3人目指して、ちょっと目指して、あれ超面白いじゃんこういうの、めっちゃ面白い今の、うん、リアルタイム、そうですね、そうですね、そしてね、はい、あ、ちょっとじゃあ先に届いてるやつ読みましょうか、届いてる、はい、玉筋ネーム、のりっぺさん、のりっぺさん、私のブー体験、はい、プラスチックのマイボトルに炭酸水を入れ、職場の休憩室に持っていったら、はい、仕事中に爆発音が鳴り、蓋が吹っ飛んでました。というお便りなんですけど。これでもいろんなブーだよね。そうですね、こっちからもブーってなってる。そうだね。そういう二重のブーよ。あ、だから大喜利としてはとても上手。本当のブー体験。これ素晴らしい、はい、先生、これ何ブーでしょうか。はい、いや今のはね、6ブー。6ブー。これ素晴らしいですよ。初登場は6ブー。はい、6ブーでこちらをです。じゃ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 。まあ、8枚。絶対ヤカビは通らないといけないですこれ。まずまずこれは。まずヤカビから難関。ヤカビをまずこれ乗り越えて。なんでなんで苦行なんですか。なんか試練みたいになってるんですか、僕のカードが。すいませんね、ごめんなさい。なんで試練みたいになってんの。さあまだまだあります。のりこのりのりさん、前回もいただきました、ありがとうございます、こんばんは、こんばんは、中学生の頃ムーミンに出てくる砂付近のお友達に お手付近がいると言われたのですが、本当でしょうか、嘘だったら30年騙されてたのですが、というお便りを、いや、ね、これは、うん、いやブーですよ、だからのりこのりのりさんからしたら、うん、もし、うん、お手付近は実はいないようだったら、うんうんうん、ブー、ブー、のりこのりのさんはしてください、ね、いたら別にブーじゃない、いたらブーじゃない、そうそうそう、だっているんだもん、いるの、本当のこと言ってる、どういう人なの、うん、そのお手拭きさん、え、あのあれですよ、ね、お手拭きさんのあれ登場の時の、あ、手すりすりしてる、うん、こんにちは、こんにちは、ここ拭き拭きんです、あ、ここ拭き拭きんさん、あ、違いますじゃあお手拭きんではない、お手拭きじゃないですね、あ、違うの、お手拭きんじゃないです、今検索してるお手拭きんがいるか、ちょっとお手拭き、あ、そういうお手拭きが、あ、お手拭きじゃない、うん、違いますね、今の、今のは違う、じゃあちょっと今安楽が調査してますね、はい、ここ拭き拭き、ここ拭き、これ調査結果次第ですね、ブーは、じゃあそうだね、こんなことはない、保留分もあるんですね、さあまだ来てますんで、先じゃあこっち読みましょうか、保留分もあるんですか、あ、普通にメッセージが、はい、玉筋ネームアラさんから、アラさん、こんばんは、今日も楽しく聞いています、はい、そしてこのユニフォームでボッケはまずいです、お、でもそこが面白いです、あの巨人のやつ着てんのにボッキーってワードまずいですよ、そうそうそう、でも面白いですよ、紳士垂れたら、そうなんですよ、本当怒られますよ、本家にお二人はちゃんと巨人軍はもらってるから、あ、なるほど、公認もらってるから二人は、そう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 、あ、ごめんなさい、ムーマさんからも来てました、ね、あ、出た出た、あ、復活ムーマ、出ました、出ました、待ってた、待ってた、待ってた、出禁にしたね、出禁ムーマさん、おじさんなのにうんちをもらってた、あ、なるほど、こら許さねえからな、うちの息子が七五三の撮影をしてフェイスブックに写真を載せました、すると書き込みが、あのヒゲダンの藤原さんに似てませんかと、比較したら似てました、というお便り、違う違う違う、画像を出さないからブーだこれは、ブーだこれは、張本さん、張本さん、デキンだ、デキンです、ムーマさんは、デキンの顔はまあデキンだけだと書いたんで、こちらね、7枚差し上げますんで、おめでとう、もうゆっくりしてください、山村さんとムーマさん、デッドヒートだ、ヤカベが、番組終了1分前、ちょっと
あと最後に一人来てるんですよ。はい、誰玉筋ネーム坂友さんからあ今週の坂友、はい、お疲れ様です。今日通信悪くて何回も画面が止まって、はい、腹立つのりっていうのを腹立つのりっていうのを言えるな、伝えて。もう着々とくり向きの方にね、もうシフトしてますから。さあ、ということで今週の坂友は原辰徳でした。いや面白い、なんかこういうのがなんか面白かったわ、ね、今だからなんかちょっとデザートの食べた気分締めの、はい、なんかシャーベット食ったような、はい、そんな感じで、はい、じゃ次回からはその画面をスマホ内でヒュッとちっちゃくすれば、はい、ツイッターで DM ができると今何名かね、リアルタイムでできるってことですね。そして今日当選した方はですね、うんうん、12月にまとめて送りますので11月の終わりにヤカベが全部アーカイブ見て集計取って郵送の作業に移らせていただきます。だからもう玉筋をよろしくお願いします。それでは来週もご覧ください。以上、読売卒の玉筋でした。